俺は眞秀駅前で便利屋をやってる。結構真面目に。眞秀中学の同級生だった仰天春彦、この厄介者ともう丸2年とんでもない依頼が来た。子供を預かることになった。世話になったね、ルーちゃん。待てよ、早いよ。仰天って名前変なの。俺はガキが嫌いなんだ。ガキの世話なんてできないし、するつもりもない。早く取れよ。仰天さんは子供の頃に辛い思いをしたようですから。タダちゃんの知らない仰天ちゃんがいるかもね。お母さんは？俺はな、仰天、お前が春ちゃんと向き合えばいいと思ってる。お前は子供の世話ができる。なんで？2年間一緒に暮らしてきて、俺にはよーく分かってる。いいじゃないですか、傷跡があっても。ただトラブル発生中なんだよね。これマジのバスジャックか。何やってんだよ仰天。行人の娘、神様の子供にしようか。ダメやろ、俺の友達が乗ってんだ。困った時はただ便利け。便利や。ただが言ってたよ、生きてればやり直せるって。眞秀駅前競争局。仰天。ただ何やってんだよ。